赤いバームのロープが一番手前です。ダルニョの先が重ならないようにピンと伸ばして並べてください。誘導係の方、並べ方をチェックしてください。記録を長さを発表していただきます。石川さん、お願いします。はい、新しい記録は 2069.09m で新記録達成です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回本当に全てが
やりやすい認定でした。あの縄の結び方もとてもいいアイデアだと思うので、ぜひこれからも新しい記録を目指してさらに更新してもらいたいなと思います。で今回このように認定証を用意してきたんですけれども、もちろんその場で達成できないことも数あるわけで、その場合はあのその場で破いて持って帰るというのが義務になっているので、そうなるとちょっと寂しいなと思ったので、あの今回贈呈できてとても嬉しく思います。皆さん今日お疲れ様でした。そしておめでとうございます。前語りは先ほど十分しましたので、いきなり万歳だけをさせていただきます。よろしくお願いいたします。せーの、はい、万歳万歳万歳。どうもギネス、ありがとう、達成おめでとうございました。どうもご苦労さんでございました。参加されてどうでしたか。実に初体験ですからね、感動しました。もう言うことはありませんね。されて、あの楽しかったです。無事世界新記録が達成できて本当に良かったです。本当ですね。あの参加された動機は、娘の幼稚園の行事でどうしても父母の会の方参加してくださいということで参加しました。そうです、非常にラッキーでしたね。でもこの200何人のそうです ね、あの世界一達成の一つの力になれたかと思うと本当に嬉しいです。はい、今日は本当にご苦労様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。前になんか縄文のやつに参加して、でなんかちょっとあやふやに終わってったんで、今回はなんかギネスにそういうなんか申請されたらいいなと思って参加しました。多分これからもギネスに乗ることないと思うんで、すごい嬉しかったです。あ、本当だね。みんながね世界一になったということで、方法を見る写真を撮られたわけですけども、はい、撮りました。感想はどうですか。はい、感激しています。光栄です。世界一です。ついにねなられたということで。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。参加してください。日本語に訳してください。いや、あの、おらっちゃんは頑張りました。じゃあ、ね、はい、ロンゲスト